もうレベル上げはしたくないスカイリム、パート31です。前回、所持重量が偉いことになってしまいまして。1時間くらい、必死にレベルを上げておりました。間近に振る余裕はなく、体力とスタミナを、重点強化。もっと上げればいいのに、と思われるかもしれませんが。くっそ退屈な作業で、ワンセット10分弱。召喚スキルは、錬金とか編成スキルみたいに、ポンポコ上げられるようにはできていないのです。現実的には、レベル194くらいから、スキルリセット1回で、レベルアップしなくなるようです。とはいえ、お仕置き加減によっては、レベル3つ4つ分、ステータスが削れることがあるため。まだレベル100も猶予がある、なんて思い違いをしては、この先やっていけないでしょう。さて、前置きはこのくらいで、今回求めていくのは、ルーンバルドの杖です。こちらは、ドーンガードに組みした上で、僧侶救出まで進めると、入手可能になります。具体的にすることは、セラーナを掘る、人肉晩餐会出席、ソリーヌガンマースカウト、生産坊主救出、という具合。とりあえず今回は、なんとか4番くらいまで、進められればと思っています。なお、ドーンガードのメインクエストは、途中で放置することになります。しもべにして面白そうなのは、最高司祭ビルスールくらいですが、どうも彼は、保存できない臭いので、割愛せざるを得ません。ところで、なんで今頃デュラック来てるの?ということについては、こちらのモッドで、序盤に勝手に始まらないようにしていたためです。吸血鬼の襲撃だけを止めるモッド、今現在は単品で上がっていませんでしたので、これで代用しています。さて、戦列の拡充第一歩、セラーナ発掘です。血の気はあるけど気はない二人、どうやら吸血鬼の一団が、墓地で探し物をしているとのこと。レベル90になったものですから、もう墓地重工ランクまみれや。そうは言っても、吸血鬼の天敵、アマちゃんがいますから、どこどこ燃やしていきましょう。あとクロスボウで遊んでいないで、さっさと行くのです。目的の墓地は、ドーンスターから南に下るのが、一番近いと思います。モーサルからも近いように思えますが、山登りをしている時に、ドラゴンに襲われてはたまりません。昔の人も言っていました、急がば回れです。ところで、現在のしもべたちは、こんな編成。戦闘能力と、死亡時のリスク、合体しやすさを考慮すると、やはり太郎は3人だよ3人。アマちゃんのヤンデレ問題については、ちょっぴり改善の余地がありました。例えば、コロちゃんを1番目、アマちゃんを2番目に蘇生していた場合、支配者の声で再招集すると、こんな位置関係になります。すると、アマちゃんのヤンデレ魔法が、コロちゃんに当たりやすくなるのは、一目瞭然。つまりこの順を変えると、誤爆が減る、という理屈です。結局はアマちゃんの気分次第なんですけどね、アマちゃんは甘くないちゃん。さて、戦闘の方は、滞りなく終了。最初のフロアを掃除したところで、早くもお疲れモードでございます。びっちゃびちゃになりそうなものですが、一度くらいは、こういうところで寝るのも楽しそう。そして安定の死神くんオスオス。生命力低下とな、急いで合体しなきゃ。コロアマ兄弟主催の、スカイリム花火大会、嫌いじゃないし頼もしいよ。兄と妹でバッコンバッコンしていたら、あっさり終わっちゃいましたね。その後も、誰彼構わず花火大会。古代のルド人カプセルホテルの区画では、デスロードをしもべることができます。枠が2体分空いていますから、狭い通路用に起こしておきましょうか。ついでに吸血鬼最高ランク、ナイトロードもいただき。本当は、画面右側に、2体のスペックをまとめたかったのですが、ナイトロードが恵まれすぎていて、デスロード外気をしていません。字が小さくてセンセンシャルですが、要するにドラウグルはダメだな、それが伝わればOKでございます。
トラウグル唯一の存在価値は、もっとなしプレイでも死の銃とが効く、レベルの低さでしょうか。悲しい現実を噛みしめつつ、セラーナ格納庫。先んじて到着している人たちが、何やらブツブツ言っていますが。何かいますね、あっちが気になります。ほら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 、ただのアンデッドには興味ありません、そこをどきな。炎ダメージが5割増しで通る連中に、アマちゃんが苦戦するわけもなく。骨娘から血を吸おうとするおばさんは、儚く散っていってね。では、何やら怪しく見えたさっきのあれほほう、そういえばここにもいましたね、グレイブロードさん。マルコランを加えたあたりで、一度戦ったことがありますが、当時はスラとウマナがメイン火力。コロちゃんアマちゃんコンビだと、もはや勝負になりません、ナムアミダブツ。こやつを仕留めることで、2本目の2と剣が手に入りますから。片手剣二刀流おじさんとかに持たせても、面白いかもしれませんね。ということで、めでたく2と剣ゲット。その性能は、国産の剣の3倍くらいです。最大効率で運用するなら、ファルメル拷問が一択、他は趣味ですね。お墓に埋まるちゃんこと、セラーナの発掘はこれにて完了。昔は、家族でソリチュードの西にある島に住んでおりましたの。今もそこにいると思いますわ。ところで、私はセラーナ。どうぞヨシナに。この後は脱出するだけで、低ランクで固定されている、不憫なガーゴイルもろもろを、蹴散らすだけです。どうあがいても奴らに勝ち目はないので、楽勝ですね。若干不適切な映像が流れましたことを、会釈程度にお詫び申し上げます。妹のヤンデレが炸裂した気がしましたが、大丈夫、お兄ちゃんは無事です。無事です。お仕置きとは違う意味で、攻略に手こずっております。一応、コロちゃんが消えても、リカバリーできなくはありません。コロちゃんモッドを削除してセーブ、再度導入すれば、各地で再びエンカウントすることができます。そういう意味では、初代コロちゃんも復活可能なのですが、これに気づいたのは最近なので、許してヒヤシンス。そんなわけで脱出、次はセラーナの実家です。馬に乗っても面倒ですので、ドーンスターから船を出します。料金は500ゴールドと、普通の馬屋より高額ですが、マップ北西の端っこまで、一気に行けるのはさもありがたし。お城に着くと、死神の気配が濃厚になりーの。ただ襲われはしませんでしたので、このまま入場。稀にですが、門前で敵対して、バグって積む、なんてことも。もっとてんこ盛りだと、毎回お城に来るたび、ちょっと緊張しちゃいます。なお城内では、人肉晩餐会と、おっさんの宴会芸、ふんどし裸フォームを見せられます。黒根ちゃんがふんどし一丁とか、そんな変態的な格好にはなれませんので、お断り申し上げます。骨は大好きなんですけど、肉と血液はそんなに。ということで、お嬢を送り届けて、砦に帰還。身の程をわきまえさせている間に、次のお話でもしましょうか。ソリーヌ・シュラルドを仲間にし、手先が器用で、とても賢いブレトンの娘だ。ガンマーも見つけた方がいい。冷酷なノルドの巨漢で、私と同じくらい吸血鬼を憎んでいる。彼ら二人をここに連れてくる。計画を立てるのはそれからになる。ドーンガード本部は、人手不足らしいです。人手不足、略してヒデブ。うちの子をいじめる連中と、あまり仲良くはできませんが。ふんどしハゲ親父よりはマシ、仕方ないね。ちなみに骨太郎たちは、一度敵対すると、全員停止させても許してもらえません。とっとと分解するか、膝をつくまで殴らせるか。いずれにせよ、これで黒根ちゃんが叱られることはないので、対処は鉄砲で大丈夫です。気が済んだようですね、ひでえ奴らだ。それでガンマーは、ヘルゲンとファルクリースの中間。一方ソリーヌは、
スカイリム北西の山中さんですので、近場からスカウトしましょう。昔は吸血鬼だったのだが、膝に二度剣を受けてしまってな。昨日停止した篠獣とは、変態的な格好でついてくるようになります。デスロードとおっさんの間に、一体何があったというの？翌朝、マータドラゴンに襲われて、さすがに辟易して参りました。あまりのしつこさに、うちのしもべたちもうんざりしちゃったようです。下半身埋葬おじさんに、土風呂半身浴を楽しむデスロード。アマちゃんはいずこに、とひとっ走りしたところ、鍛冶屋のおっさん家の下で、何やら楽しそうな遊びを。こらアマちゃん、人ん家の縁の下で、何してるの？ふえん、お兄ちゃんが私のものにならないよー。みたいな心の叫びが、聞こえてこなくもない今日この頃。こんな調子で、ガンマースカウト大丈夫ですかね？いささか心配になって、再招集した結果がこれだよ。伝説のドラゴンもボコれる二人には、スカイリムの冒険も退屈なようです。失われた緊張感は、適当なお店を出入りすれば治ります。ほら行くよー。まったく、みんなして油断しすぎです。いくらガンマースカウトのお題が、熊退治だからって、こんな時だからこそ、一層慎重に、確実に進めねばならないのです。なんでロード画面を垂れ流す必要があるんですか？おのれスノーキャット、絶対に許さんぞー。ロード直後の硬直を狙うとは、なんと見下げた野郎ですか？こうなれば即霊体。おのれスノーキャット、絶対に、これはさっき言いましたね。こうなってはもはや運ゲー。虎のファーストストライクが、ガンマーに行くのをお祈りするだけ。やったぜ。虎のトラブルストライクをかわし、ご満悦クロネちゃん。満身と油断を投げ捨て、一直線に創生合体。いやはや、二回で済んだのは不幸中の災い、幸いなんてどこにもありません。伝説のドラゴンにだって負けやしないのに、こういうトラブルは未だ対処不能です。ロード直後の硬直時間、どうすればいいんでしょうかね？1時間かけて上げたステータスの半分くらいが台無しになりました。虎のご機嫌次第ではシリーズ終了の危機があっただけにゾッとせざるを得ない。おまけにスペルブレイカー没収でますます合体頼み。いっそレベル上げまくって体力戦にしてやろうかしら。当然死にづらくはなるでしょうけど、死んだ時のお仕置きもえげつなくなります。レベルをくっそ上げづらくなってから、所持重量を回復させるとなると、それこそ地獄ですからね。上がりやすいレベル帯は、温存しておきたいというわけです。ふむ、あとはクマちゃんを滅ぼせば終わり。キナレス様がほっこりしそうな絵面ですが、やっていることは前足ボクシング。見かねたガイアから、容赦なくつららに貫かれるのであった。落とそうかと思ったところで試合終了。これでガンマー加入。自力ではどうなるかわからなかった。ありがたい、それなら。世界一損失の大きな熊退治の次は、ソリーヌの加入。彼女の場合は、ジャイロ一つでホイホイついてくる、ジョロインです。戦闘はありませんから楽ちん。来るなよ、絶対来るなよ。ふさふさした四つん這いのは殺せ、根絶やしにせよ。この隙に、川辺でジャイロでも拾っておきますか。カニに袋をひったくられたとのことで、クエストマーカーは出ませんが、明るいうちなら見つけるのも良い。ジャイロは一個だけでいいですし、常日頃ジャイロを持ち歩いている皆さんなら、ダイレクトで譲ってもオッケーですね。怪獣の苦情疲れ様。できるだけ早くここを終わらせて、地へ向かうわ。後で会いましょう。ということで、なんとか二人のスカウトまで完了。ヒーローとヒロインは遅れてやってきて、肝心な時に助けてくれない。いや、いつもめちゃくちゃ助けられていますけど、狭い場所や不意打ちには相変わらず無力な兄弟。
割とハイペースで頑張りましたが、時間的に僧侶救出は次回に持ち越しということで、今回はここまでにしましょ。ご視聴、ありがとうございました。